こんにちは、アニマル太陽です。今回はですね、すごい動画を撮ってきましたよ。いつも行っている爬虫類ショップの方でサルバトールモニターですね、日本語名がミゾウトカゲって言うんですけど、サルバトールモニターの赤ちゃんがいっぱいね入荷したので、そちらの子たちを見に行ってきたんですけど、その時にセックスプローブっていう雌雄判別器具が爬虫類のあるんですけど、それを使って雌雄判別をねやってきました。今までね、僕のうちの子たちだとちょっと体格差があったもんで、その器具を使ったところで比較する子がいないので、一体ねその子がオスなのかメスなのか、その器具を使っただけじゃ分かんなかったのでやってなかったんですけど、この度そのショップの方でね、同じぐらいのサイズの子がいっぱい来たので、その子たちをこう比較してオスメスをねちょっと見ていこうと思います。それではね、早速その映像をご覧ください。どうぞ。はい、ということでこちらに6匹のサルバトールモニターの赤ちゃんたちがいます。この子たちを今からセックスプローブっていう雌雄判別器具を使って雌雄判別をねやってみたいと思います。ちょっとこのね一番端にいる子だけサイズが若干他の子たちより小さいので、この子はちょっと判別対象外にしようと思うんですけど、残りの5匹でね、その差を見ていこうかなと思います。それじゃあお願いしてもいいですか。はい。これ生まれてどれぐらいなんですかね。いやでも相当すぐだと思いますよ。このサイズだと生まれて間もない感じですね。はい、じゃあ早速お願いします。この子からですね。はい、この肛門のところにプローブを刺して、その入り方ですね、深さによって雌雄を見ていくということで、お願いします。お、結構入る。そこですね。あ、結構入りましたね。で、さっき印をあれしたので、はい、少し黒い点がありますよ、ね、はいはいはい、これがこの個体の深さです。これを基準にして、これを基準にじゃあ、はい、深いことをじゃあ、はい、見ていきますか。今の子がじゃあその基準で、深い浅いで判別する感じなんですね。そうですね、深いとあれなんですよね、ペニスを収納する部分で深いので、そこがあるとまあ押すっていう判別ですよね。じゃあお願いします。よっぽどやっぱこれだけ数がいないと比べようがないですからね。そうですね、うん、お願いします。おー、同じぐらいか。結構入りましたね。はい、ちょうど同じですね、うん、この黒い線と同じぐらいですね、はい、おー、わかりやすいかな。ちょっと同じぐらいです。でもこれが奥まで入ってる方なのか入ってない方なのか全然わかんないですけどね。そうですね。今のが深いのか浅いのか。じゃあ3匹目お願いします。はい、どうだどうだ。ん、お、少し、お、それ以上いかない感じですか。少し。あ、この黒いところで若干いかないですね。はい、ほんの1ミリ1ミリぐらい、2ミリ、まあ、若干差があるのかなっていう感じか、はい、あ、結構シビアなんですね、この差は。でももうこのサイズになると、この相対的にこのサイズだから、もうこの時は相当シビアです。普通はこれで判別して売るっていうと、なかなかみんな自信持てないと思いますし、これ僕がやってることも確定ではないですけども、一応違いを見れ、断定はできないですよね。じゃあ4匹目。さあ、お、どうなんだ。少し入らないですね。お、本当だ。ほんのちょっとですけど。
ほんのちょっと、本当はでも違いますね。そうですね。本当シビアですね、はい、これ。本当に難しい。じゃあラストですね。5匹目、お願いします。さあ、どうなのか。これは入ってるんじゃないですか。入ってますね。はい、入ってますね。おへやっぱやってる側からしても入り方が違うなってのはあるんですか。全然初めて調べましたので、あこのサイズのサルバに関しては、はい、こっちがとりあえずオスっぽい、まあ入ったんでオスっぽいのと、はい、こっちが、はい、まあメスっぽいので、はい、ちなみに この子もちょっと入れてみてもらってもいいですか。はい、試しに。どうな、まあ体格では結構違いますもんね、この子だけ。はい、お願いします。全然入らない全然全然入らない、うん、これが体格差なのかどうなのかは分からないところですよね。はい、ちょっとじゃあオスとメスと仮ですけどね、見てみましょうか。その差をちょっと顔とかでも判断する人とかってよくいるので、どんなフェイスの違いがあるのか。こっちがオス側ですね。オスの子がどんな感じか。オスっぽい子、メスっぽい子、どうだ、これあるな。こちらはですね、プローブの方法以外に光を当てて、それでね、ペニスが収納されてるのかを見てるんですけど、なかなかカメラじゃ映らないですね、うん、ここまで切っちゃう。でもこれは幼体の時にしか透けるやつはできない方法なので。あ、でもこの子は肉眼で見ると結構黒い影があります。ありますね。ありますね。これスマホのライトはここまで便利だとは思わなかったですね。この子はそうですね、ありますね。はい、続いてはね、こちらメスっぽい子、プローブでメスっぽい子なんですけど、ちょっとね、これもカメラじゃうまく映せないですけど、結構ね、突起物がない感じで。そうですね、ない感じ満載ですね、うん、これは。肉眼だと全然違う感じですね。うん、なので、メスかなと思います。うん、この子はですね、オスっぽい子ですけど、肉眼だとありますね、やっぱ肉眼だと。そうですね、カメラでは本当に黒いのが映んないですね、うん、黒い影があるんですけど、中に映んないですね。はい、ということで、お店に来たサルバトールモニターのね、ベビーの子たちの雌雄判別をやってもらいました。はい、いかがだったでしょうか。まあね、あまりにもちょっと、小さすぎたところもあって、本当に誤差、まあまあちょっと黒い線と、そこまで達しなかった子ってこう分かれて、結局オスが3でメスが2だったのかな。ちょっと断定はできなかったんですけど、まあそんな感じなのかな、うん、もうちょっとこうある程度もうちょっと育ったらね、あの子たちがもういっぺんにこう育ってくれたら、もっとこう差が出やすいのかなっていう、入りのね、あの器具の入りの差が出やすいのかなっていうところで、
ちょっと今回は小さすぎたもんで、本当に誤差だったので、ショップの方もね、これは断定はできないけど、まあ一応やってみたっていうことでね、撮らせていただいたので、参考までにね、ぜひ皆さんしてみてください。自分の子たちがね、もし、まあ、同じぐらいのサイズの子を飼ってるようでしたら、そのセックスプローブっていう器具使えばね、分かったりもしますので、ぜひ、まあ、参考までにしてください。ということで今回の動画こんな感じで終わっていきたいと思います。貴重な映像が、ね、撮れたんじゃないかなということで、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。本日の天くんでーす。雌雄判別のね、動画を撮った時は日が違うんですけど、これは動画アップ直前にね、撮った天くんです。リアルタイム天くんでーす。ご視聴ありがとうございました。バイバイ天くん。